2021年春夏の新作ショルダーとポシェットを比較していきたいと思います。まずこちらふかふかがま口ポシェットのご紹介です。名前の通りふかふかな柔らかい革を使用していまして、ここに甘味のロゴのワンポイントが入っています。そしてこちらもピタパンショルダーです。フォーマルにも使いやすい4色の展開でして、半円型のバッグになっております。ふかふかがま口ポシェットががま口、こちらがファスナーでの開閉になっております。ショルダーが自由に変えられるようになっています。ピタパンの方は7段階こちらでベルトで調整ができるようになっています。ここにバックルがついています。ポシェットで気になるのが容量だと思います。この 500ml のペットボトルが入るかどうか見ていきたいと思います。ではまずふかふかがま口ポシェットです。水玉の麻布を使用しています。内ポケットなどはなくてかなりシンプルな作りです。マチが 8.5 センチあります。 500ml ペットボトルがはい、ぴったり入ります。このままポンと入れようとするとちょっと引っかかるぐらいですかね。斜めにするときちんと入ります。まだ余裕がある感じですね。ピタパンはどうでしょうか。こちらは内ポケットがついています。マチが9センチなのでアフカとあまり変わらないくらいです。はい、こちらもこのように入ります。こちらはもうそのまますっぽりと収まるようになってます。ポシェットやショルダーを買うときに気になるのが長財布が入るかどうかということだと思います。甘味の長財布集めてみました。まずふかふかがま口ポシェットですが、ポケットウォレットすっぽり入ります。ボックスロングウォレット、このままスポッと入れようとするとちょっと端っこに引っかかるかなと思います。斜めにして入れていただければかなりまだ余裕がありますね。がま口ロングウォレット、口金がついてますがこちらも同じようにちょっと傾けていただくと入ります。口金さえ通ってしまえば中はかなり広く作られているので一緒にペットボトルも入るんじゃないでしょうか。はい、入りました。一番大きいキャンディールーフロング親子、こちらもちょっと斜めに傾けていただくとこんな風に入ります。ピタパンです。ポケットウォレットもちろん入ります。ボックスロングウォレット、ファスナーなので引っかかりもなくすぐ入りますね。がま口ロングウォレット、はい、一番大きいキャンディールーフロング親子がま口もそのまますっぽり入ります。こちらのキャンディールーフロング親子がま口はお財布ポシェット系の首から下げるタイプのお財布を除いて一番今の時点で大きな甘味のお財布なので、これが入れば甘味のどんなお財布も、問題なく入るかと思います。長財布派さんも安心なポシェットとショルダーいかがでしょうか。おしまい。